暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。私たちは誰も幸せを求めて生きています。心身健康であること、円満な家庭を作ること、裕福で快適な生活を送ること、自分の才能や能力を発揮して成功を収めること、名誉や名声を得ること、人はこうした事柄に生きている喜びや意味を見出します。しかしながら、人生には自分の望みや計画のままにならないことも多くあります。仕事の失敗、不和や争いなど、人間関係のこじれ、病気、事故など予期しないことが起こります。これまで順調だったことが突然暗転し、これまで自分の喜びや生きがいだったことが奪われてしまうようなこともあります。人生はたまたま幸運だった人、限られたラッキーな人だけが幸せになれるのか、くじを引くようなものなのでしょうか。いや、そうではない。どんな人も例外なく必ず幸せになれる。聖書はそのことを教えています。詩篇128にあります。いかに幸いなことか、主を恐れ主の道を歩む人よと。主の道を歩むとは、神様の望み、神の教えに従って生きること。そのように生きる人はいかに幸いなことかというのです。イエスは幸いを得させる主の道は何かを明確に教えました。ではその中身は何かというと、まず確かなことは、神様は私たち一人一人に幸せと喜びを与えたいのです。母親が自分の産んだ子を忘れないように、神様は決して私を忘れることはない。ありのままの自分が神様から深く愛されていることを信じること、そしてそのことをいつも感謝すること、これが幸せに生きる大前提です。次にイエスは神様から深く愛された者の生き方として、あなた方の天の父が慈しみ深いように、あなた方も慈しみ深いものとなれと言われました。イエスは弟子たちに言っています。人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさい。ただで受けたのだからただで与えなさい、与えなさい、そうすればあなた方にも与えられる。押し入れ、椅子入れ、あふれるほどに計りをよくして懐に入れてもらえると。つまり周りの人にいつも感謝し、両親をはじめ妻や夫、家族、自分が日頃出会う人々に柔和で親切であること、相手を理解しその人の立場に立って物事を考えること、善意の心で助けを必要とする人には手を差し伸べ与えることに寛大であること、正直であること、悪かったら謙虚に謝ること、誤りや不正を正すことなどです。そうやってみんなが周りの人を自分のように大切にするならば、誰もが幸せになります。イエスはそれを神の国と言いました。神の国は良いお方である神様の心と望みが完全に実現する世界です。詩篇第1編にあります。
主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木。時が巡りくれば実を結び、葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。ここまで聞くと、これは単純に言えば因果応報の理論ではないかと思います。正しく生きれば幸せに、悪いことをすれば不幸になると。けれども現実はそうなっていません。しばしば報道される不正や暴力、殺人、犯罪などのニュースが私たちを悲しく暗い思いにさせます。何の罪もない人、正しいことのために働く人が不当な苦しみを受け、命すらも奪われていきます。また利己的で相手のことを意に介さぬ者たちが邪魔者を消し、大きな力を振るっています。弱い立場の人たちが声なき叫びを上げています。それでもなおイエスは人々に教えました。恐れるな、小さな群れよ、あなた方の父は喜んで神の国をくださると言われ、また最高の愛の生き方として、友のために自分の命を捨てる、これに勝る愛はないと言われ、そしてその通りイエス自身徹底して人に仕えるものとして生き、最後は十字架にかけられて死んでいきます。このイエスの生涯が非業の死をもって終わったとすれば、イエスの教えたことは所詮理想論、幻想に過ぎなかったということにならないでしょうか。いかなる時も神の愛に信頼せよと説いたイエスの言葉は、とどのつまり叶わぬ夢であったということになります。けれども死ぬ前、弟子たちと別れの食事をした時、イエスは弟子たちに言われました。心を騒がせることはない、神を信じ私をも信じなさい。そしてこうも言われました。あなた方は悲しむが、その悲しみは喜びに変わる。そしてイエスは処刑され葬られました。ところが驚くことに、3日目の朝、遺体に香油を塗るために女性たちが墓に行ったところ、墓の石は取り除けられ、遺体はありませんでした。そして間もなくイエスは生きている姿で弟子たちに幾度にもわたって現れました。今やイエスはもはや決して朽ちることのない新しい命に生きているのです。パウロはコリント人への手紙15章に書いています。最も大切なこととして、私があなた方に伝えたのは私も受けたものです。すなわちキリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、ケファに現れその後12人に現れたことです。ついで500人以上もの兄弟たちに同時に現れました。そのうちの何人かはすでに眠りについたにしろ、大部分は今なお生き残っています。これらの記述について多くの学者はさまざまな説明を試みてきました。弟子たちは実際によみがえったイエスに会ったのではない、おそらくイエスの生前の教えが時を置いてやがて彼らの心の内に再び思い起こされてきたのだろう。いわばイエスの精神が彼らのうちによみがえったのだと説明します。個人の言葉や行いが今も記憶に残り、それらが今も自分の心の支えになっている場合、その人は亡くなったけれどその心は生きているという言い方をします。
しかしイエスの処刑後間もなく弟子たちがどのような働きをしたかを見るならば、彼らの変貌ぶりを単なる思い出や過去の想起だけでは到底説明できません。恐れて怯えていた弟子たちがまるで別人に生まれ変わったようになったんです。イエスを処刑に追いやった群衆やユダヤ人指導者たちの面前で臆することなく力強く確信と喜びを持って神がイエスを復活させたと証ししました。イエスの教えがことごとく真理であったことを宣言し主張してやみませんでした。しかも彼らは全く死をも恐れませんでした。後にイエスの弟子たちはほとんどみんなが殉教しました。彼らは自分たちも永遠の命によみがえることを確信していたのです。それは彼らに強烈な体験があったと言わざるを得ません。それが復活されたキリストとの出会いではなかったかと思われるのです。もちろんイエスの復活を歴史的な事実として証明することはできません。再現フィルムや証拠写真があるわけではないからです。これはあくまでも信じる事柄です。それはイエスの教えたことがすべて真実であったこと、偽りではなかったことを示すものでした。人生には確かな希望があるということを信じなさい。聖書が伝えるキリストの復活はそのことを私たちに告げているのです。私を信じる者は私が行う技を行い、またもっと大きな技を行うようになる。私の名によって願うことは何でも叶えてあげよう。ヨハネ14章12から13節。この番組で放送されたシスター渡辺和子さんのキリストの香り、福田務神父のキリストの言葉、今井美佐子さんの普段着の信仰の DVD を販売しています。お申し込みお問い合わせは電話 075-211-9341、 または心の灯火ホームページからどうぞ。ファクシミリや E メールでも受け付けております。